こんにちは英会話講師のパトリックですこの動画では日本人がついやってしまいがちな NG ポイントを抑えながら皆さんに英文メールの基本をお伝えします早速ですが皆さんはメールの件名をどのようにつけてますか 受信ボックスで最初に目にする件名はスムーズなやり取りの第一歩です。今回の動画では、一目で要件が伝わる効果的な件名の付け方をお伝えします。まずは NG 例から紹介しましょう。Hello! Invoice! Information! Your order! About Appointment これは漠然としていて誰にでも当てはまりそうな内容ですね。こうした件名は相手の目に留まりにくく要件が分かりづらいです。また特に初めて送る場合にはスパンメールだと怪しまれる可能性があります。 大切なのは簡潔かつ分かりやすい件名であること。メールの相手はあなたと同じく同時にいくつもの仕事を抱えているはずです。例えばインボイスだけでは何の請求書なのか分かりません。件名を見て一目で要件が分かるようにすることは 相手の気遣いになりますそこで使えるのはカテゴリーとキーワードの原則です、まあ、具体的に見ていきましょうまず件名の頭はインボイスやアポイントメントなど大きなカテゴリーを伝える単語にしましょう 問い合わせや発送支払いなら商品名や注文番号予約やアポイントなら日付場所などを入れることで伝わりやすさがアップしますよく使うカテゴリーのパターンにはこのようなものがあります例えば Request, 依頼ですね .Confirmation, Sharing, ま何かを共有して。Notification, Change, Inquiry, Reminder まあ、締め切りが近づいているなど。ちなみに、「あ」や「the」などの監視は省略可能です。 何々についてを意味する「about」や「regarding」を頭につけることもありますがこれも省略可能です長すぎると分かりにくいので長くても685でまとめるように意識しましょうまた緊急の要件や 重要な要件の場合は頭に「urgent」や「important」とつけると目に留まりやすくなります日本語でも「至急」「重要」と書いてあると優先度が上がりますよねでは今回のまとめです英文メールの件名は 相手への気遣いですカテゴリーとキーワードの原則で簡潔かつ分かりやすい件名を心がけましょうさて次回の動画では宛名の書き方とメールの書き出しについて解説します「Dear Mr. Mark Green」と書いたら「 どこが不自然なのでしょうかそして「お世話になっております」の代わりにどんな風に書き始めたらいいでしょうか次回もぜひご覧ください。